俺は北朝鮮に精通する男、北村浩二。今回はエグすぎる国、北朝鮮を少しだけ皆さんに知ってもらおうと思います。朝鮮民主主義人民共和国、通称北朝鮮。最高指導者である金一族は祭りごとにより国民を苦しめ、世界中の国にも迷惑をかけ続けている。簡単に言えばヤバい国だ。国民たちの生活も激ヤバ。どうヤバいかっていうと、男は全員金正恩と同じ髪型。金正恩といえば特徴的なこの髪型。っていうか美容師にどう発注したらこうなるんだよ。これ通称ハキヘアって言われてるらしいんだけど、みんな美男子である第一書記と同じ髪型にしろってことで、平壌ではハサミを持った監視チームが監視して回っているらしい。貴様、なんだその髪型は。ハキヘアにしてやる。いや、何の罰ゲームだよ。このように北朝鮮では国民の生活を規制しまくっていて、携帯電話はすべてスピーカーフォン設定。北朝鮮で流通している携帯は誰とどんな会話をしているか周囲に分かるように、すべてスピーカーフォン設定になっているんだ。つまり国民たちが国に背くような企みを持たないように監視しているってこと。大好きだよ。早く会いたいな。私も愛しているわ。なんて恋人たちの会話が北朝鮮で行われてるかは謎だけど、こんな会話も全部続け、プライバシーもクソもあったもんじゃないよね。やっぱり北朝鮮では国民の思想の取り締まりが厳しくて規制がかかってるんだ。ジーパンを履いてはいけない。なんだよそれって感じだけど、青いジーンズは北朝鮮にとったら大嫌いなアメリカの象徴。だから国内ではブルージーンズの着用が法律で禁止されているんだ。スギちゃんとか北朝鮮だったらマジで重罪人だから、ベストジーニスト賞とか銃殺者だから。だから金正恩っていつも作業着みたいなの着てんのかな。なんか町工場のおっさんみたいだよね。ちなみに金正恩がよく冬とかに着てる黒いコートは100万円するらしいよ。さすがは国のトップ。そういえば北朝鮮にも一応国のトップを選ぶ選挙があるんだけど、その選挙も超特殊。国のトップを決める選挙がやばい。いや、投票用紙の名前金正恩だけじゃん。一択、選挙の意味なし。つまり国民は強制的に金正恩を選ぶことになるんだけど、怖いのが絶対に投票率 100%、 得票率 100% じゃなきゃいけないってこと。投票に行って金正恩に投票するのが北朝鮮国民の義務。選挙へ行こうってところだけ日本の若者も見習った方がいいかもね。続いてはルールってわけじゃないんだけど、今北朝鮮でとんでもないものが流行してるらしいんだ。北朝鮮であるものの価格が高騰。北朝鮮で第二の貨幣と言われるほど価値を認められ、国民たちが欲するあるもの、それがチョコパイ。そう、あのチョコパイです。2004年頃、工業団地で働く労働者に対して残業の報酬としてなぜかチョコパイが振る舞われたところ、なーにこれ激うまじゃねえかってことになったらしいんだ。それをきっかけに瞬く間にチョコパイ人気が広がって、価格が一気に高騰。ウォンに代わる第二の貨幣として大人気に。どんな国だよ。2017年には韓国のお菓子メーカーオリオンが脱北者に対してチョコパイ100箱と生涯無料でチョコパイを購入できる権利を与えて話題になったんだって。北朝鮮の人チョコパイ好きすぎだろ。以上、ヤバすぎる北朝鮮の生活でした。いつか平和な世界が訪れますように。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。他の動画もぜひ。